第2京阪道路。第2京阪道路は、京都府京都市伏見区から大阪府門真市に至る一般国道1号バイパスである。4から6車線の専用部、自動車専用道路と速道にあたる2から4車線の一般部、一般道路からなる。飽和状態にある京阪国道、平方バイパス、寝屋川バイパス及び近畿自動車道の衰退 IC。 JCT ドマ IC の渋滞緩和、加えて、これに付随する、名神高速道路の天皇山トンネル付近と京都、南 IC 付近の支部緩和を目的として整備された。専用部と一般部を合わせた、総事業費は1兆550億円で、公共事業部分が7270億円、国が4850億円、大阪府が1800億円、京都府が620億円を負担。 有料道路事業部分は3280億円、専用部の通行料金収入で所管である。沿道環境への対策として、道路の両脇に副道、植栽帯、自転車歩行者道からなる環境施設帯を設置しており、国土交通省は緑立つ道の愛称をつけている。大阪府側は JR 片町線、学研都市線とほぼ並走したルートを走る。 ここでは、一般有料道路としての営業中路線では、第二京阪道路に含まれる、洛南連絡道路、地域高規格道路についても合わせて記述する。延長約 28.3km、km の自動車専用道路であり、地域高規格道路の計画路線に指定されている。一般有料道路としての営業中路線では、阪神高速八号京都線接続部から、 角間 JGT までの区間が 2K 半道路であるが、地域高規格道路の路線では、小倉駅 IC から角間 JGT までの区間、延長約 27.4km が第 2K 半道路であり、阪神高速8号京都線接続部から小倉駅 IC までの区間、延長約 0.9km は、落南連絡道路である。高速道路ナンバリングによる路線番号は、 E89 が割り振られている。2010年3月20日に全線開通を迎えた際、テレビラジオ CM やリーフレットなど、宣伝広告に用いられたキャッチコピーは、この道が関西の流れを変える。ネクスコ西日本が一般有料道路として管理する。公共事業、有料道路事業の合併試行方式で建設され、建設工事の途中で、 国土交通省から西日本高速道路、ネクスコ西日本に移管された。阪神高速8号京都線接続部は、一般部の起点よりも、約 1.4km 南の宇治川左岸、南岸付近にあるため、専用部の延長距離は、一般部のそれよりも短くなっている。小倉池 TBE 北は4車線、第2種、第2級。 設計速度時速 60km、小倉池 TV 熊山 JCT までは4車線、第1種第3級、設計速度時速 80km、熊山 JCT 以南は6車線、第1種第3級、設計速度時速 80km ある。2003年3月30日に最初の区間として、小倉池 IC 平方東 IC 間が部分開通した。 小倉池 ICE 北の区間は、阪神高速8号京都線と同時に2008年1月19日に開通した。平方東 ICE 以南の区間については、当初2007年度中の開通を目標としていたが、用地買収の遅れや道路が通る、周辺住民の反対運動等で、約2年遅れの2010年3月20日に、ようやく開通した。全線開通によって、 瀬田東 JCT 角間 JCT 間の距離が、従来の名神、近畿道経由、約 59km に比べ、刑事バイパス、第二京阪経由、約 47km の方が、約 12km 短くなった。大阪南部、和歌山方面と市が、名古屋方面との往来が便利になるほか、水田 JCT 付近の慢性的な渋滞も、緩和される可能性がある。 2008年2月の新名神高速道路部分開通により、草津 JCT、豊田 JCT 間の距離が、名神、透明経由より約 34km 短縮されたことも合わせると、角間 JCT、豊田 JCT 間の距離が2008年2月以前と比べて約 46km も短縮されたことになる。 バス会社でも大きな動きが見られ、JR 学研都市線沿線から大阪南場や京都駅へダイレクトで結ぶバス路線、京阪バスを新設したり、南海バスを筆頭にこのルートに移行し、所要時間の短縮を行っている。その他、2012年4月まで着工が凍結されていた、新名神高速道路の大津 JCT 乗用、JCT 間、約2 5 k m と、 八万京田鍋 JCT 高月 JCT 間、約1キロメートルの着工必要性の判断要素として、第二京阪道路の前線通りが重要視された。テレビや新聞などでは、第二京阪と三要数字で表記される場合があるが、正式には第二京阪と関数字を用いる。1、京田鍋市と八幡市との境界付近を通過するため、 約六百メートル八幡市を通過し、通過後は再び、京田辺市となる。二、京田辺市と平方市との境界付近にある、八幡市の飛び地を、約二百メートル通過する。三、平方市と片野市との境界付近を通過するため、約六百メートル平方市を通過し、通過後は再び、片野市となる。四、四条縄手市と寝屋川市との境界付近を通過するため、 市場縄手手北西部を約300メートル通過し、通過後は再び寝屋川市となる。捨てのキロポストは小倉駅 IC を起点に設置されており、洛南連絡道路区間のキロポストは阪神高速8号京都線接続部を起点に洛0.5のように設置されていたが、全線開通を機に阪神高速8号京都線接続部を起点に設置し直された。 寝屋川第一トンネルと寝屋川第二トンネルは整備時に一体で工事トンネル全長780メートルの箇所で呼ばれていたが途中の約100メートルの天井部分に開口部が設けられていることからこの部分をトンネルとは扱わず2つのトンネルに分けられた。下記の通り3区間に分けて定められている第2京阪道路では料金の徴収を一家のように行っている。 なお、均一性区間が B 区間と C 区間に分かれているが、両区間の境界に料金書はない。ETC 社に限り、全線開通の日から2017年3月31日までの期間限定で次の料金割引が実施される。当初の予定は、第2京阪特定区間割引以外の割引は2018年3月31日まで。 第2計半特定区間割引は2011年3月31日までであったが、2011年3月17日付で2014年3月31日までに変更され、さらに延長されている。また、時間帯割引の条件を満たす場合は、特別割引、時間帯割引の順で重複適用される。料金合計は、普通車で時間帯割引のない場合のものである。 24時間交通量、大道路交通センサス。平方東 IC 角間 JGT 間の開通後、1ヶ月における1日あたりの平均交通量は、初年度予想の2万6000台を上回る、約3万3000台。開通後1週間は、約3万8000台となった。また、以前より開通していた、久美山 JGT 平方東 IC 間も全線、開通により、 近畿自動車道と直結したことなどから、開通後1週間で、前年期に比べ4倍、近い4万千台に増加している。第2京阪の全線開通後、並行する、名神高速道路の大山崎 JCT、水田 JCT や国道1号では、交通量が約1万台減少し、渋滞も減少しているが、その一方で、K 字バイパスの瀬田東 JCT 組山、 JCT 間では約一万台増加しており、渋滞も増加している。十年後の一日あたりの交通量について、旧日本道路公団は約八万台と予測していたが、民営化後のネクスコ西日本は約五万台と見直している。延長約二十九点七キロメートルの一般道路である都市計画道路の路線名及び国土交通省の事業名は、 楽南道路、京都府内の刑事バイパス以北、延長約 3.3km、京都南道路、京都府内の刑事バイパス以南、延長約 8.8km、大阪北道路、大阪府内、延長約 17.6km となっている。事業主体、道路管理者とも国土交通省である。一般部は、専用部の側道の位置づけであり、 専用部インターチェンジと主要道路との連絡と、沿道地域間交通での利用が想定されている。このため、周辺地域に設置されている案内標識では、国道1号の表示で、平方バイパスへ自動車専用道路を示す、緑色の第2京阪の表示で、第2京阪道路の一般部を経由して、専用部へ誘導されるようになっている。起点は、専用部の起点よりも、 1> 約 1.4km 北の京都外環状線交点であるため、一般部の延長距離は専用部のそれよりも長くなっている。京田辺松井 IC 以北と国道1 7 5号交点以南は片側2車線、第3種第1級、設計速度時速 60km、京田辺松井 IC から国道1 7 5号交点までは、片側1車線、第3種、第2級、 設計速度時速 60km である。ただし、京田辺松井 IC から国道175公点までの区間でも、平方東 IC から平方学圏 IC までの区間は片側に車線となっている。刑事バイパス委員については、道路の両脇に副道、一方通行で1車線、自転車歩行者道、植栽帯からなる環境施設帯を設置している。 原則として、主要道路以外には副道を経由して接続している。なお、副道は、京田辺松井 IC 付近から平方、東 IC 付近などの一部の区間や本線と、交差道路との交差点付近には設置されておらず、副道のみを連続して走行することはできない。歩道は全線で福音が広く、自転車通行課の区間が多いが、 平方市内では自転車の歩道乗車通行が禁止されている区間がある。当初の計画は、一般部は片側2車線の本線と、片側2車線の速道からなっており、京阪国道の機能を完全に代替することになっていた。しかし、沿線住民の反対運動などもあり、速道部分を環境施設帯に変更するとともに、住宅地の中を通過する。 京田鍋松井 IC から国道1 7十号交点までの区間では本線部分も片側1車線に変更し、平方バイパスの機能を補完するという現在の形になった。このため片側1車線区間では渋滞が頻発している。環境施設帯の地下には共同校、幹線共同校、電線共同校が木津川佐賀から大阪中央環状線の間で設置される。 現在、京都府内の区間が完成しており、大阪府内の区間では、建設が進められている。また、根屋川流域の治水対策としての、根屋川北部地下河川が、根屋川南 IC 付近以南の区間で建設が、進められている。交差する場所の括弧書きは地名、それ以外は、交差点名で表示。なお建設は、京都府道22号八幡木津線交点以北。 京都府内の一部を京都国道事務所が京都府道22号8万津線攻店以南をにわ国道事務所が担当した。平日24時間交通量大上下合計楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。